アトレイ7とは、ダイハツ工業が製造していた、ミニバンタイプの乗用車である。第33回東京モーターショーに AT-7 の名で参考出品された後、2000年7月に発表された。セミキャブオーバー型の軽ワゴンである、アトレイワゴンをベースとし、リアオーバーハングの延長で、サードシートのスペースを確保、定員7名を可能とした。 大型バンパーやエアロパーツ上のサイドモールの装備もあり、アトレーワゴン比で全長で 370mm、全幅で 40mm 大型化している。エンジンも車格に合わせ、直列4機等1.3リットルの計算、VE 型となった。アトレーワゴンとの重量差は 130kg から 250kg で、あるが、排気量を拡大した自然吸気エンジンにより、 全域で扱いやすくなっている。同年10月には、トヨタ自動車にスパーキーの名で OEM 供給を開始したが、トヨタでの売れ行きは不審で、本家のアトレ7よりも先に販売終了している。また、サードシートを廃した5名乗車過失の構成で、商用登録としたハイゼットグランカー後も発表された。翌年には、同じミニバンのデルタワゴンの生産が中止され、事実上、 本車種に統合された。小型な割に収容力があるため当初それなりの販売実績を上げたものの、基本的には、軽商用車のオーバーハング延長のみで仕立てられたボディ構造だけに、車内福音やレックスペースなどの居住性、操縦性などは改善にも限界があり、コンパクトミニバンのデザインのトレンドが、軽1ボックスベースから、 コンパクトカーベースへ移行するにつれ販売が低迷。日本向けは2004年秋までにハイゼットグランカーごと共に生産中止となった。アトレー7は日本国外市場をもターゲットにしており、エクストールの名称で輸出されていた。左ハンドルで5人乗り、または7人乗り仕様、バンの2人乗り仕様が存在する。埼玉県警察にはアトレー7のパトロールカーが存在する。 ハット後に、ルミナスと設定でも全く同じ事態が発生した。支援課やモビリオが当たる。アトレー7、トヨタ自動車株式会社。2020年1月5日閲覧。ありがとうございます。